はい、皆さんこんにちは、しらねーです。今回はですね、以前に紹介していたジニアをより詳しく説明していきたいと思います。以前の動画は、動画の概要欄から見てください。ではですね、まずジニアを開きます。以前に紹介していたのはこちらのガイドを元にしたものですね。で、今回は新しく作っていこうと思います。このテンプレートを開いてもらうと、すごいたくさんねテンプレートが並んでいるんですよ。ジニアはですね、テンプレート、スタンプ、どれもね更新頻度がすごい高めで、新しい新作のものがどん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 出されています。で、2021年のものももうすでに、アップデートされているので、好きなものをどん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 作り込むことができます。まずはね、何から触っていいかわからない方はこちらのテンプレート、用意されているものを使ってみるのがいいかなと思います。はい、でここでですね、一つポイントがありまして、私は課金勢なのですが、無料版の皆さんは3ページまでと3冊までっていう縛りがあるんですけど、このブロッサムを使えば10ページ分作れるんじゃねえかと私は踏んでいるわけなんですよ。で、テンプレートがね、このブロッサムは10ページ分あります。で、一旦じゃあこれでちょっと作ってみようと思いますね。ここの赤いボタンをタップすると手帳が新しくできます。で、この手帳下にスワイプすれば、全ページを見ることができます。はい、確かに10ページありますよね。この10ページの中のこのテンプレートを変更すれば3ページの縛りもなく使えるんじゃないかと。で、このテンプレートを消す方法、1回タップして上の方にねアンロックっていうのがあります。で、これで1回ロックを外してあげて、下にあるゴミ箱マークをタップします。そうするとですね、テンプレートが真っ白の状態になります。ちょっとこの作業をどん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 繰り返していきます。ちょっともう一回タップしてアンロックして削除、ちょっとこれを繰り返していきます。で、この検証については、私はもうすでに課金をしてしまっているのでわからないんですが、課金する前にですね、10枚のテンプレートは普通に使えていたので、もし無料版の方いらっしゃって同じように10ページ以上作れたよって方いらっしゃったら教えてください。はい、ということでこのままね、真っ白のテンプレートを使って、作っていきたいと思います。画面右上の点点点のマークからページスタイルを選択します。で、ここではですね、ページの罫線を、変えることができます。このスタイルドットグリッドとか、普通のラインとかね。で、このカラーを使うと自分の好きな色に変えることも可能になっています。では画面中央一番左のステッカーマークから新しいちょっとペーパーをね追加していきたいと思います。今私が見ているのはステッカーマークを押した時に出てくるペーパーパックスっていう中を開いています。で、今回は洋書風にしたいのでこちらを選択します。じゃあこの用紙をね、画面いっぱいいっぱいに広げた後に、画面の下にあるアイコン、一番左にあるアイコンで不透明度を少し下げておきます。ではね、用紙と濃さが決まったら、もう一度用紙タップしてもらって一番右のロックを押します。そうするとね、用紙が動かなくなってくれます。ではステッカーマークタップして、下から2番目のね、このプランナーアイコンズっていうのをタップするとですね、この中だけでもかなりの量あるんですけど、その中からカレンダーズっていうのを選びます。で、2021年のやつもね、かなりたくさん豊富にも出てるので好きなやつ探せると思います。で、月曜始まりのこちらの、マンデースタートってやつですね、私はこれを使って、半年分の、イヤリーログのページを作りたいなと思います。で、使いたい画像をタップするだけで用紙の中にこんな風にね入れてくれるので、とっても簡単に使えます。ただジニアにはですね、この画像をアシストしてくれるこのガイドっていうのがないんですよ。位置を決めるときに使いたいなと思うんですけど、今のところないので、こんな風に画像と画像を重ね合わせて、で、位置を決めていくっていう方法しか今はないです。なのでちょっとね、これは大変なんですけど、頑張ってみてください。やっぱりフリーハンドだとこの位置のズレが気になってきたので、画面右上の点線マークからこのページスタイルを選択するときに、ちょっとねグリッド表示をさせてあげるといいかなと思います。最後には消す感じで。で、これにこのカレンダー、さっき作ったやつをこう位置を合わせていく感じですね。はい、できました。じゃあこれをねグループ化したいので、画面を長押ししてぐるーっと囲んであげてください。
まあ、これでグループ化しようかと思ったんですが、ちょっとナゲナーツール面白いので説明します。ナゲナーツールを出すには画面長押しぐるっと囲む、これで複数選択ができます。その他にも投げ縄ツールが触れてさえいれば、こんな風にねわざわざ囲まなくても複数選択が可能です。シュッとね。でこの複数選択をしたくない画像がある場合は、その該当の画像をタップしてあげると選択を外すことができます。でよいしょ、今回はこれでグループ化をさせちゃいます。この時に位置も少し合わせておきます。はい、じゃあねどん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 可愛くしていきたいので、次はねステッカーズっていうところを選択してやっていきたいなと思います。でこのステッカーズの中にもですね、こんな風にもたくさんたくさんいっぱいあるんですよ。素材がもう山ほどあるので、自分の好きなやつが絶対あると思います。じゃあですね、シュラ姉さんはこれのなんだろう、これポストカードにあるようなスタンプを使っていこうかなと。でこのねスタンプの場合は一色で作られているので、色の変更がこの一番右のとこから可能になっています。これペーパーの、あの用紙の不透明度変えるときは不透明度アイコンだったんですが、カラーが変更できるものはカラーも変更できるマークに変わっています。不透明度も変更できます。じゃあスタンプは重ね付け風にしてちょっと合わせてみましょうか。どうでしょうか、いい感じかな。ちょっと色も変えて、はい、いいですね。じゃあ次はですね、またステッカーの中からちょっと探してみます。どうしようかな。次は和紙テープ、和紙テープから、この茶色のやつを選びます。ちょっとね残念ながら、和紙テープの色の変更はできないですね。不透明度の変更は可能になっています。はい、じゃあ和紙テープもどん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 追加していきます。次にですね、レタリングのところからプランっていうのを選択してみました。でこれをねなんかいい感じの位置に変えていこうかなと思います。で今ジニアでいろいろ触ってる間に気づいたんですけど、このね画像を変更させるときに、私いつもこれをねこの画像こうやってペンでこうやってシュシューってやってたんですけど、こんな風に指で画像の大きさとか位置を変更することも可能みたいです。こうやってね。でこの画像の重なり具合をこの下のアイコン4つ並んでるうちの真ん中2個で調整ができます。ちょっとねさっきマスキングテープグループ化しちゃってたので一旦外して、一回もう一度位置に戻してあげると、こんな風にマスキングとの重なり具合を決めてあげることができます。で一応ね動かさないようにグループ化したりとかねロックしたりとかして工夫して使ってください。じゃあ次にですね、ディバイダーズっていう一番下のところからラインアートを追加していきたいと思います。こういうねシンプルなものからちょっと派手めなものまでカラフルなものまでたくさんあるので、私はその中からこの葉っぱのマークを葉っぱのマークを使っていきたいと思います。このねラインアート可愛いですよね。これを追加していきます。でこの画像をぐるーっと角を持って回してあげれば、こうやって回転させることもできます。でこれでどうかな、いい感じかな。はいはい、まだまだやりますよ。こうやってレタリングの下にですね、次は、こんな風なねラインを追加していきたいと思います。ちょっと色変えてね、系統合わせてもう少しオシャンティーにしたいと思います。こうやってねコピーしてあげます。こうやって投げ縄ツールでコピー隣にペーストでしてあげると、同じ位置のものを複製できるので、あとはねレイヤーをちょんちょんちょんとこう調整してあげたらいい感じかなと思います。どうでしょうか。ですが姉さん、ここで終わらせる気はございません。もうとうございません。まだここでラインを追加いたします。ラインを追加すると書き込むスペースができました。最後にグリッドを外すからですね、こうやってコピーペーストして、最後に色の調整まで姉さんしてきましたね。さあどうでしょうか。シャラーン、できました。最後雑でもどうでしょうか。こんな感じに可愛くできちゃいました。
はい、大変失礼いたしました。次気を取り直して点点点のマークから、エクスポートページの下にある Save to Photos、Save PDF、それからですね、プリント、それからシェアっていうマークがあります。今回は、Save to Photos というもので画像の保存を一旦しておきます。 GoodNotes 5は設定の画面からですね、ノートのテンプレートを押すと皆さんはこんなような画面になっているかと思います。でこの一番右に行くと読み込む、このボタンとあと上のプラスボタンから読み込むことができます。でプラスボタンで一旦このジニアっていうグループをね作ってあげてください。でそうすると一番上に行くとですね、まだジニアのグループには何も入っていないので、この読み込むをタップしてあげるとファイルからと写真からっていうのが選択できると思います。これ写真からにして、さっき作ったねジニアのテンプレートを追加してあげるとノートのテンプレートとして作ってあげることができます。で GoodNotes の方で一回ノート作ってみるときに、こうテンプレートがしっかり入っているのがわかります。でここからね作成することができます。で GoodNotes でちょっと試しに、適当に予定を書いてみたいなと思います。でジニアの方はですね、もうテンプレートを作って書き出しをしてしまう。でその後にもう GoodNotes 5とかノートシェルフに読み込んで、もうテンプレートは用なしっていう感じの方がいいかなと思います。あまりジニア単体で使うことはないですね。例えばこんな風にねステッカーを作って、で色を決めてあげます。で色を決めた後にこのステッカーをコピーしちゃいます。でこれねコピーして、で GoodNotes 5を開いて GoodNotes 側にペーストしてあげて、サイズを変更して、こんな風にねアイコンとして使ってあげるのがいいかなと。例えばですね、こういうハートマークとかだったらカレンダーに1個こう GoodNotes 側にこうペーストしておいて、で予定欄のところにも1個用意しておきます。でその隣に3月31日シュラ姉さんの誕生日とか、ハートマークは誕生日アイコンにしてみたりとか、あとこういう時計マークはね待ち合わせの時間とかをこう書いたりとかねするのにいいんじゃないかなと思います。姉さんはだいたいジニアはステッカー帳として使ってますね。はい、じゃあ次にですね、ノートシェルフでテンプレートを追加していく方法の紹介です。まずはですね、ノートを一冊作っておくことが前提です。で、このノートブックの設定ページから、一番上のページテンプレートを変更っていうのを押してあげます。で、一番下に行くとカスタムが出てくるので、こちらをタップ。で、このプラスボタンから、写真を読み込むっていうのを押してください。で、さっき作ったジニアのテンプレートを選択してあげます。で、ここでペーパーの名前を設定してあげます。そうすると読み込みが完了したのでタップしてあげるとテンプレートの変更ができます。でノートシェルフもですね、ジニアのステッカーがねコピペして使えるようになっています。はい、ということで最後にですね、ジニアについて少しまとめていきます。で一応ね、ジニアの機能の予定としては、目次の機能の追加ということでインデックスが追加される予定となっています。でハイパーリンクへの対応も考えているということなので、もしかするとキーノートで作ったねデジタルプランナーも使えるんじゃないかなと。で2つ目にですね、作成した手帳にロックをかけるということで、パスワードの設定ができるようになるみたいです。で開発中の読み込んだコンテンツと、アプリ内で作ったコンテンツを独自のパックとして作成できるっていうのに関しては、さっきね、ブロッサムとかね、いろいろテンプレートがあったと思いますが、それを個人でカスタマイズしたものをそれをパックとして作成できるっていう風な形だと思います。で4つ目がモバイル版 iPhone の、同期が可能になるんじゃないかなと。でこれが開発中っていうことですね。で姉さんの今後のね予想としてはですね、図形とか直線書きに対応、それからお気に入りの機能、カスタムパレットの作成、それから日本語への対応は半年ぐらいを目標にしているんじゃないかなと思っております。今後のねジニアのアップデートに期待したいと思います。じゃあ最後までありがとうございました。またね。